大体優秀な人ってどこか偏ってるんですよ。そのめちゃめちゃ頭が良くて性格も良くて非のない人って、まあ探せばいるのかもしれないけど、基本的には大体どっか壊れてるんですよね。だから最近日経テレ東大学っていう番組でご一緒してるイェール大学の成田助教授っていう人がいるんですけど、で、人がなんか東大首席で卒業したらしいんですけど、なんか1日30時間ぐらい寝るとかで学校全然通えてなかったらしいんですよね。で、ただ頭はいいので、ペーパー試験はすげえいい点数を取ると。ただ学校の授業に出るということはできない。で、結果として、東大も首席で卒業したんですけど、多分日本の教育というかその教育が合わなかったので、そのアメリカに行っちゃったんだと思うんですけど、っていう感じで、なんかその睡眠障害の人らしくて、30時間起きて、なんか何十時間寝るみたいな、なんかそういうサイクルらしくて、その朝9時に起きるみたいなことができないらしいんですよね。ただそのペーパーテストだけクリアするというので、まあ結構うまくいったんですけど、残念ながら日本の場合って、優秀な人を育てる教育ではなくて、一番下の人をなるべくこう押し上げる教育っていうのをやってるんですよね。なので、一教科だけめちゃめちゃ得意ですって。例えばじゃあ数学だけ得意です。漢字とか歴史とか全くわかりませんっていう人って、数学者としては超絶優秀だと思うんですけど、残念ながら日本の場合って、そういう子って、ダメな子っていうレッテルを貼られて、大学も5教科じゃないと国立大学受験できないので、ちゃんとした大学に受からないっていう、そういう状態なんですよね。なので、すげえ優秀なやつを育てる教育をやるのか、どうしようもない人っていうのを多少マシな人に育てるっていうのに焦点を当てるのかって、そこでその教育の焦点の当て方が違うんですよね。なので、日本人って割とその、99% の人が文字読めますよっていう状態になってるんですけど、なので、すげえ優秀な人を育てるのではなく、どんな人も文字読めるぐらいしようねっていう教育にしたりするので、なので、学校の先生とかもめちゃめちゃ優秀な人の育て方がわからないんですよね。あと、その優秀な人の育て方も教わってないんですよ。だからそれをどうにかした方がいいよねって僕も思うんですけど、残念ながら日本人って、多数派は無能な一般人なんですよ。まあ当然なんですけど。なので、その無能な一般人が理解できないものは排除しても別にいいよねっていう考え方だったりするんですよね。ちょっと前にも書いたんですけど、その真面目であることって価値ないよねっていうのを Twitter で書いて、なかなか理解されなかったんですけど、優秀な成果を出す人っていうのが社会にはとっては必要ですと。で、優秀な成果を出す人が真面目だとさらにいいよねではあるんですけど、真面目であるだけっていうのだったら、それ別に機械がやりますとか、別に東南アジアのもっと人件費安い人雇いますとか、その生産自体をじゃあ中国の工場に任せますっていうのなので、真面目って価値ないんですよ。でも真面目なだけで無能な人っていうのが多数派なので、真面目なだけだと価値がないよねっていうと、割とそれあそうだねって納得するより、そんなことないよ、働くんだったら真面目な人の方がいいよとか、なんか真面目であるということを一生懸命フォローする人の方が人数として増えちゃうんですよね。なのでやっぱ日本の中ではなかなかそのエリート教育っていうのはシステムとしてはできないんじゃないかなと思いますけど、中1男子です。社会科の授業でテスト前になるとノートのテストがあります。僕がテストで95点を取ってもノートが来てないという評価をされました。この先生って頭悪いんですか？はい、頭悪いと思います。ただ頭が悪い先生ではあるんですけど、世の中って頭が悪い人が多数派なんですよ。なので頭の悪い人でも評価を受けるような立ち振る舞いっていうのを覚えておくと、社会で結構うまくいく可能性が高いですよね。僕その頭の悪い人に頭悪いですバカですとかって結構言っちゃうんで、それでもうまくいってるんで参考にならないんですけど、多分その頭の悪い人に頭悪いですよねみたいなことを言うとうまくいかない人が社会に多いと思うので、なのでこの社会の先生頭悪いなって思ったとしたら、この頭の悪い先生が喜ぶ形っていうのはどうやってやればいいんだろうっていう、その立ち振る舞いを覚える勉強っていうためにやった方がいいんじゃないかなと思いますけど、僕はやりませんでした。すいません。